海と日本。美しい海に囲まれた水俣市の湯の小島。8月、ここで海の生き物を観察するイベントが開かれ、多くの親子が参加しました。熊本県主催のこのイベント、企画した一人、地元のダイバーの森下誠さんはこう話します。水俣の海っていうのは悲しい歴史もありましたけど、今このように生き物が豊かに生息してるんですよと。今の水俣っていうのはこのようにちゃんと自然も再生してるということを知ってほしくてですね。森下さんは水俣の海に住むヒメタツの不思議な生態を記録し続けていることでも知られています。じゃーん、きれい。普段海の中でしか見ることのできないヒメタツ、初めて見る姿に子どもたちは興味津々。観察会は大いに盛り上がりました。なんかすごい生き生きしてて連れてきてよかったです。またこの日は漁協の皆さんが水俣の海の幸、ウニや貝などを振る舞ってくれました。この体験をすることでイメージが変わると思うんです。水俣の海って楽しかったよ、綺麗だったよ、美味しかったよっていう思い出を作ってほしいです。思い出を育む水俣の海、森下さんの取り組みです。みんなで海を守ろう。海と日本。